根室で地震。予想震度0。震度1、根室。震度速報、最大震度は4です。13日15時56分頃、最大震度4を観測する、やや強い地震がありました。震度4を釧路地方北部で観測しています。震源情報、津波の心配はありません。13日15時55分頃、最大震度4を観測する、やや強い地震がありました。震源は釧路地方北部、震源の深さは 10km、マグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度4を、釧路地方北部で観測しています。新潟で地震。予想震度0。地震情報、最大震度は4です。13日15時55分頃、最大震度4を観測する、やや強い地震がありました。震源は釧路地方北部、震源の深さは 10km、マグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度4を、釧路地方北部の弟子方町、震度1を、網走地方で観測しています。繰り返します。13日15時55分頃、最大震度4を観測する、やや強い地震がありました。震源は釧路地方北部、震源の深さは 10km、マグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度4を、弟子方町で観測しています。GFZ、地震情報が更新され、